年の 25% が終わっちゃったんですよ、ね、そしてこの次の4分の1何をやっていくのかっていうのを決めていきましょう。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. Yay! 4月になりました。いや本当にね嬉しいことですよ。なぜかと言いますと年の 25% が終わっちゃったんですよ。やばって思ってる人もいらっしゃると思うし、うおーって思ってる人もどうでもいいんだよね。思っててもポイントはね、何を学べたか、何をしたのか、この2019年っていう年の中の 25% でその自分の決めた目標をゲットする、そこのゴールに到達することができました。わからないんだったらちょっとこのビデオで一緒に僕と一緒にこの 25% この4分の1、1分の4、4分の1で何をしたのかっていうのを一緒に探していきましょう、ね、そしてこの次の4分の1、ね、この次の3ヶ月、4月、5月、6月の末まで何をやっていくのかっていうのを決めていきましょう。 Alright、 でね、このね、前回の、ニューイヤーね、新年になった時にお話したんですけれども、目標を決めて動いていくっていうのが超大切なのね。超大切なんだよ。これ当たり前だよな。目標が分かんないとどこいるのかって分かんないよね。ね、知ってる？この間ね、スティーブン・コービー博士と一緒に仕事をしていた、ロイス・クルーガーさんっていう人のね、ちょっとお会いして面白いことを教えてくれたんですよ。フランクリン・コービーを一緒にやってた人なんだけどね、飛行機が空飛ぶとき 99.7% のとき、彼は 99.9 って言ってたかな、目標に行ってないわけよ。だからここがゴールで、俺が例えばここが羽田空港でここがロスじゃん。で俺が飛行機になってピューって飛んでいくと 99.7% の間うわーとか言ってるわけよ、ね、でもたどり着くことができる。なぜだろう。なぜこの飛行機は 99.7% の間目標に向かってないんだけど必ず羽田空港に到着することができるんだろう。なんでだと思いますか？ It depends on your mission. Who you are. 自分のビジョン、ね、あなたはどういう人間なのか、どうやって生きていくのか。僕はこういうキャラであるとか、ね、そのためにこういう仕事をやるんだとか、ね、その自分が Who you areっていうのを明確にして、でこれが自分だっていうのを知ってると、何か起こって嫌なことが起こりました、うわ大変だ、何やる、ミッションステートメント、 Your mission, your vision、 自分のビジョンに戻るとね。で進んでいくと人生問題チャレンジあります、バーンって、いやーやめたいって、またなんかちょっとちゃうなって、何すればいいんだろう、あ自分のビジョンを見ればいいんだ、ウトゥ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 ってやって、ね、そうやって自分の行く場所に到着していくんだよ ね。 OK。 でちょっとねここ裏技なんだけど、自分がどこに到着したいのかっていうのがわからない人ね、ちょっと心配してるかもしれないんだよね、そんな考えたことねえよとかね、大丈夫、この経験を通してそういうのを決めていくのね。自分の人生の目的、自分がどこに行きたいのかっていうのを考えた人、考えた人は必ず、やべえ俺自分の人生の目的考えてなかったやん、みんなそれを通して目的を決めようってなっていくんだよね。 All right。 でなのでこの1月2月3月の末までのどのような目標を作りましたね、どのようなゴールをセットしてできた、できたらイエーイやな、イエーイやな、よかったよ。 All right。 でぜひですね、じゃあこの4月から6月末のこのゴールをトップ3を決めてもらいたいのね。 All right。 トップ3を決めてください。だから本当にね、できれば今すぐビデオを止めてね、2分間の間ね、ペンを止めずに自分が本当にやりたい、なかなってもらいたいトップ3を書いてください。Okay? That's your vision. ね、それが自分の目的なのよ。そんなに簡単にしてもいいから、とりあえず。で、こういうのすごいやってる人たちはもっと深くやってもいいと思うんだよね。で、このビデオのポイントは、ね、実は、やめるリストも作ってもらいたいの。
こういう自分になるのをやめようっていうリストをもらってもらいたい。ぜひこの次の3ヶ月、ね、どういう自分になりたくないのかっていうのを深く考えていただきたいんですよ。なぜかというと、ね、自分がこの目標に行くぞって言って飛行機みたいに飛ぶっていう時になりたい自分っていうのは自分のエンジンを壊すみたいなことなのよ。わかる？自分のね、その飛行機の燃料をね、自ら捨てるみたいなことなのよ。わかる？自らね、こっちに行きたいんだけど自ら U ターンするみたいなことなのよ。わかる？自らその怒りとか感情的になっちゃって、だって怒ってたら自分の目標に行けるかって、行けないよね。怖がってたらできるかって、できないよね。怖がってたら、だってこの世ってね、思ってたことが現実になるとき、思ってこれやりたいなってなったときに行動っていうこの世のこの波動、ね、このリアルにさ、ね、Your thought, your thinking がこの実際に行動を通して現実になっていくよね。このような目標、ゴールに到着するためにはこのような行動を取らないといけないんだけど、この行動が最初怖くて取れないってね。ってなると、この恐怖に対するワークっていうのがめちゃくちゃ大切になってくるよね。怖いっていうのは、ね、何が怖いのか、自分の恐怖リストも作ってもらいたいんですよ。マジ何怖がってるのって、ね、そしたらお金がなくなるっていうのが怖がってるから何も動けないかもしれない、ね、なんでだろう、足りないと思ってるから、ね、で人に話せないとか、ね、なんで人に話したら怒られるかもしれない、ね、こういう、ね、そういう人に話せないっていうのは自分に嘘をついてるっていうところもあるから、本当は言いたいんだけどそれを我慢して言えないんだよね、怖いからっていう。そこの本当の自分と向き合っていかないといけない。でもちろん急に自分の上司にね、こうやってくださいとかそういう感じじゃなくて、ちょっとずつ練習していけることなんですよ、ね、どのぐらいの期間がかかるの？3ヶ月なんだよ。3ヶ月なんだよ。怖いことは3ヶ月直していくとよく治っていくんですよね、right? だからこのゴールを考えるっていうのはもちろん大切なんですよ、ね、コロンブスがアメリカ見つけるぞって、あの人は中国に行こうかなと思ってたと思うんだけどね、アジアに。 OK、 じゃあゴールはアジアだ、スペインからアジアに行くぞっていうこのゴール、ね、でも なんか雨降ってきて、ストーム、サンダー、雷とか、チカーン、嵐が怖いって思ってたら、この嵐が怖いから行かないんだって言ったらゴールに到着できないわけよ、ね、よしじゃあ行くぞって言ってコロンブスが自分の船でフフーとか言ってる時に、ね、海やっててちょっと嵐が出てきてちょっと雷が出てキャー怖いっつって逃げちゃったらゴールにたどり着けないわけよ。だからこの何が自分のこの旅にどのような怪物、どのような恐怖を出てくるのかっていうのをあらかじめ予測して、今何が出てるのかっていうのを書いて、自分のマインドを止めて紙に書く、ね、紙に書かないとね、あの敵もうまいからね、いっぱいね、嵐の中にね、恐怖とか感情が出てるのは相手うまいから ね、それを一瞬でね止めるのは紙に感情を書くっていうことなの。何が怖いのかっていうのを書くの。そうするとこういう怖い感情がピュッて一瞬に止めて、あ、これもあるな、これもあるなって、ですると、あ、実はこの恐怖のね、親分みたいなやつがこういうちっちゃい恐怖いっぱい出してるからこいつをやってけるんじゃねえかって。で、怖いか？怖いよ。でもこれはやらないといけないのよ。わかる？成功の旅っていうのは It's not comfortable。 これは comfortable な快楽な旅じゃないんだよ。わかる？あなたは快楽な人生を生きるために生まれてきてないんだよ。もしそれがミッションだったら、みんなどっかなんかカリブ海の島で、ね、ビーチのところでなんか休んでるよ。ビーチのところで水着着て、それでね、1週間休むのはすごいいいぜ、2週間休んで3週間休んですごいぜ。もうそれがずっと続いてたら
太陽が出てきて火傷してガンとかになるんだよな。成功のところに行くっていう時、コロンブスが中国に行くとか嵐とか出てくるやろ、怖いんじゃん。どうやって嵐をマスターするのか、この嵐を恐怖の問題チャレンジをマスターしていくのは It's not comfortable but that is your path. That is why this is the path of the warrior.So you're not alone. 一人じゃないのよ。で、あなたがこの旅にすることによって、あなたが変化を出すことによって、何十人何千人の人生に影響が出てくるのかって。で、多分ここまで見てたらもう戻ることもできないと思うんだよね。もう戻ってもまたここに問題はついてくるからね。This is your path. ね、これが path of warriorship だな。ね、幸せな。戦士っていうか愛の戦士の道っていうかな、なんか日本語に訳すると変やな、うん、Alright、 なのでこのね次の3ヶ月の目標をセットするっていうのももちろん大切です。あ、であとね、目標をセットするときに自分みんな頭使っちゃうわけよ。で、頭で使うっていうのはちょっと要注意しようぜ。Okay? どういうことかというと、いや、クリスさん、俺は幸せになりたいんですよ、ね、だから自由になって、ね、旅いっぱいして、でお金いっぱい稼いで、ね、だからお金大切なんですよ、だからこういうね、ちょっとこういうなんかなんとかオンラインマーケティングのなんちゃらかんちゃらとかっていっぱい稼ぎたいんですとか な、いや、でもな、あなたが本当に必要なことはそれじゃないかもしれないわけよ。わかる？あなたが本当に求めていることは自由で恐怖がないっていうところ、ね、そこかもしれないわけよ。で、今度下手に儲かる話とか儲かる仕事とかをやっちゃうと嘘をついて稼ぐっていうところに入るかもしれないんだよね。で、今度なんか高級車を買っちゃうとかそういうこともできるかもしれないんだよね。で、そうするとね、例えば嘘をついてお金を稼ぐっていうのがついちゃうと、ね、本当の自分としては生きていけないんだっていうことも考えちゃうわけよ。だから本当の自分としてビジネスをやっていく、本当の自分として人とのお付き合いを進めていく、ね、嘘をついてお金が入ってくると、また嘘をついてお金が入ってくるから、もっともっとこんなお金が入ってきて、今度俺の人生全部嘘だとかなっちゃうわけよ、ね、ひょっとしたらお金とか高級車もらえるんだけど、すっごい厳しい恐怖がある職場でずっとその職場にいないといけないとか、ねね、この何を求めてるのかっていうのを頭でそこまで考えないでいいっていうのが一つね、もう直感みたいな感じで来るからと思うんですよね。で、まあ、僕はそのゴールセッティングの専門家っていうより恐怖の専門家だからね、僕こっちの方がその頭でこういうのやりたいなってやってもどうしてもこの恐怖が来るから、僕はその恐怖との向き合う専門家なんだよね。だからその恐怖が来るときは頭で考えなくていいわけよ。逆に頭で考えない方がいい、ね、まずこの恐怖の波が来てるなっていうことを感じれるようになるのが大切だと思います。 OKAlright, you guys, thank you so much. If you have any questions, please let me know. And I wish you the best for this quarter. I love you guys. じゃあね。